さあ次は開けられない。わあ、なんか解決ゾロリさん解決ゾロリさんゾロリなんかな解決ゾロリさん、左はなんだろう、ドスケベ女FGO ねフーディガねあと解決ゾロリさん解決ゾロリさんちょっとドスケベママブーティカと、解決ゾロリと、はい、ノーブルウォルフスカーブデルソウルズインテリアソウ助かる助かる、でかすぎる、助かる、かかってこい解決ゾロリさん。いやでもすごいカラーリングはゾロリなんだけど、なんで似てないって思うんだろうなあの顔がキツネじゃないからか、尻尾はちゃんと耐えてんだけどね尻尾は耐えてんだけど、やっぱ鼻とかが尖ってないからかな。カラーリングは完璧に解決ゾロリなんだけど、未解決でしょこれ未解決ゾロリだってこれ、何も解決しないってだがなんか戦闘全てを暴力で解決するゾロリかもしれない。女子供にも容赦なく手を挙げる解決ゾロリ。いや結構あれなのかもしれない、あの露骨なエロは好きじゃないのかもしれんな解決ゾロリ、未解決ゾロリになるかもしれない。これは露骨なウーティカが結構露骨すぎるエロだから、そういうのあんま好きじゃないのかも。結構貧乳とかが好きなのかもしれんな。これ全然ちょっと性癖に合わないのかもしれない解決ゾロリのさあ今回もさっと解決してくれるのか、それとも制裁を受けるのか。 いいバトルよ。さあ必殺技ブーティカ潰していくこれは未解決案件ですねこれは未解決よ。いやまだこんな化け物が眠っていたなんてな、お前らお前ら、まあ、言うてさ、まあ、今回2回以内で限定にしてるわけじゃん。もうね、化け物キャラクリーで出尽くしたと思ったけどね、まだこんな化け物が眠っていたのはな解決ゾロリさあ炎を出していく。さあ今日は一獅子の獅子は一緒ではないがあーだがやっぱり露骨なエロは好きじゃないんだ。あのまま馬乗りにされて男ならね喜ぶシチュエーションだったんだけど、露骨なエロが好きじゃない解決ゾロリさん。さあでも洗脳物は大好き、ネトリ大好き、解決ゾロリ性癖がめんどくさいなこいつ、性癖がめんどくさすぎる。さあ解決暴力で解決ゾロリしていく。俺の邪魔はしないでくれ。わあなんかめんどくせえ性癖してんな、友達にいたらちょっと嫌だタイプだなこれな。お前の性癖めんどくさいんだよって言われるタイプだなこれ。